皆さん、おはようございます。9月24日火曜日、時刻は6時を回りました。ウェザーニュースライブモーニングは小川千奈が担当しています。残り2時間、よろしくお願いいたします。白鳥姉さん、新しいですね。はい、6時台も引き続きお届けしていきます。何ですか？芸名だから使っても大丈夫だと思います。私が。いつかのアフターヌーン、ここにテロップ出てきた時もありましたけど、いや、ちょっと白鳥真珠は恥ずかしいです。白姉さん。もうなんか何かわかんないですね。いや、なんでしょうね。何をインスパイアしたのか、やっぱりピカルの定理のコントかな。それと、あと、白鳥の湖が好きだったんですよね、バレエの。はい。ピカルの定理、すごい好きで、本当は跳ねるの扉好きだったんですけど、跳ねるの扉終わっちゃって、ピカルの定理すごい大好きで見てました。はい。いや、面白かったなと思いますけれども。ピカル懐かしいということで、いろんなね、今もお笑いありますけど、エンタの神様も終わっちゃったの悲しいなと思って、たまに今復刻であったりしてますけどね。はい。あ、そう、ギリギリっす。お願いしますみたいなのですよね。跳び箱何段跳べるかとか。いや、すごい、あの時、良き時代だったなと。はい。あ、テレビっ子ですよ。はい。おかれもん見てましたし。そうですね。あ、同世代ですね。はい。昨日は私、調布に行ってきたんですけど、鬼太郎の茶屋さんが出店していたっていうことで、調布でお祭りがあって、そこの関連でちょっと一人でプラッと行ってきたんですけど、そしたらそのストーリーを載せたら、某有名な月の中継とかで皆さんの中でも有名な T さんが、僕もいましたっておっしゃっていて、あ、結構世の中狭いなって思ったんですけれども、調布で思わぬところでサブウェイに出会ってしまって、以前の番組でサブウェイが沖縄にしかないと思っていたっていう恥ずかしい思いをしたんですけど、はい、こちら調布市のこの、何でしょう、商店街の通りに本当にいろんなモニュメントがあって、もちろんツイッターの方には、X の方には飯島さんを意識して塗り壁載せたんですけど、やっぱりなんかこう塗り壁見つけると、飯島さんに報告しなきゃってなって、すごい飯島さんのことを思い出します。ちなみに塗り壁は私がつけたんじゃなくて、飯島さんがね、もともと呼ばれていたあだ名ですので、そこは誤解なさらず。はい。このようにすごいね、だからキョロキョロこの商店街歩きながら、いい街だなって思いました。そしてハツウェイしたんですよ。でもここに本当は1枚ハツウェイの写真載せたかったんですけど、こう開いて渡されたので、なんかちょっとこれ載せてもいいのかなと思って、絵的にね、これ閉じて写真撮ればよかったのかなとかいろいろ考えて、もうハツウェイ感動しました。ハツウェイが「ご注文決まりですか？」って言われたんですけど、もうなんかメニューありすぎて31並みじゃないですか。もう分からなくて、早く決めなきゃって思って最終的にツナにしたんですけど、初め乗せて、じゃあ私もウェザーライス乗せようかな。いろいろなんか選ぶものがあって分かんなかったです。パンを選んでください。野菜全部乗せていいですか？あとアクセント野菜って聞かれて、アクセント野菜なんですか？みたいな。何回か聞き直して、アクセント野菜ですか？みたいな。でも私、ピクルスが好きなので、ピクルスを入れたんですけど、だから、すごい難しかったです。なんか、後の人、お待たせしてないか、すごい心配だったんですけど、思わぬところで、よく見たらサブウェイ関東にもあって、これでね、ずっと沖縄でやり残していたサブウェイに行くっていう夢も、同時に昨日は叶うことができました。このなんか塗り壁さんも表情がひょっこりね、ほっこりしていて、ひょっこりって言っちゃったら可愛いんですけど、こういうのが本当に街中にあって、調布すごいいい街でした。
でもそのね、調布といえばやっぱりあの T さんの投稿にもあるように T さんのテリトリーなので、またねなんかおすすめスポットとかあったら T さんに教えていただきたいなって思ってるんですが、あ、再開発されてるんだ。そうなんだ。そう、なんかあと駅の前にドン・キホーテさんがあって、あ、入ってみようかなと思って入ったら、あれ一向に何もないぞって思ったら9月30日オープンって書いていて、あと1週間だったなって思って、またね調布行きたいなって思うんですが、北郎茶屋さんもね、あの駅からより近いところに移転することになったっていうことなので、すごい私も楽しみで、これガチャガチャなんですけど、スーパーボールで種類塗り壁、猫娘、目玉の親父とかいろいろいる中で鬼太郎が当たったのでね、すごい嬉しかったですというね、昨日の私の休日のお話もしていきましたが、よかったら皆さんもこの後リポート、ウェザーライスも募集していますので、はい、よろしくお願いします。皆さんおはようございます、時刻は8時を回りました。この時間からはウェザーニュースライブサンシャインをお届けします。今日の担当は魚住芽衣です。よろしくお願いします。この後も連休明け初日の今日のお天気を中心にお伝えしていきます。3連休明けどうですか皆様、やる気十分ね、まあ、でも今週は短いですから、もう月曜日は終わってますよ。一番こう腰が重たい月曜日はもうすでに終わってるので、火曜日からね頑張りましょう。一日短い、得した気分で、少しでもポジティブに、はい、いければと思います。3連休明けはひょっとすると会社行くとお土産ももらえるかもしれないですしね差し入れとかもあるかもしれない。その分連休明けはやることも多いっていうこともあったかと思うけど、やることも多いとこう時間も結構すぐ経ってくれるっていうのもいいですよね。まあ、それで残業になってしまったこともあるかもしれないけど、やることがたくさんあるとなんかそのタスクをこう減らしていくのが気持ちよくないですかね。なんかこう、あ、これもやらなきゃこれもやらなきゃをシャ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 なんかなくしていくっていうのが私は結構好きでしたね。あ、月末でもあるから、うわ一番忙しいですね。あ、そっか。皆様はでも休むときは休んで、頑張るときは頑張っていきましょう皆さんこんにちは。9月24日火曜日、時刻は14時を回りました。ここからはウェザーニュースライブアフタヌーンをお送りしていきます。担当は大島里乃です。よろしくお願いします。さあ、今朝も昨日からね季節が進んで肌寒さも感じられたりする方多かったんじゃないかと思いますけれども、今朝は涼しい通り越してちょっと寒かったですね。クロストークで服装のねテーマが出ましたけれども、昨日半袖だったんですよ。そうするとここ腕8割型袖がないわけじゃないですか。ちょっとだけその布があるかないかで随分と体感が違ったんですよね。布がなくて出てる部分がすごく冷たく感じられたので、長袖に絶対したいと思って長袖を選んだんですけど、長袖の中でもちょっと厚手のものとかだとさすがにね暑かったりするかなと思って、難しいですね。そんな服のレパートリーってないじゃないですか毎日多種多様なそんななんか素材感でね、丈感で、あの、まあ、たくさん種類はある方かもしれないけど、でもそんなねないからむずい明日もこれがいいって思いながら今日これを着てしまっていいのだろうかという気持ちとともにそれを選んできたんですけど、やっぱりあのすごい薄手のものなんですけれども、袖があったことで寒さそこまで感じられずに済みましたね。あ、長袖に秋の気配を感じるよっていうよ本当ですね。
そのね、袖の七分丈とかのね、丈感が変わっていくこととかも季節の歩みを感じる一つなんじゃないかなと思いました。少しね、今朝ここホームで待つタイミングがあって、風が結構強かったので、その風が冷たく感じられて若干ね寒い思いをしたんですけれども、皆さんもねどうか服装気をつけて、寒い思いで体調など崩されることがないといいなというふうに思いました。お気をつけください。こんにちは。9月24日火曜日、時刻は17時を回りました。ここからはウェザーニュースライブイブニング、山岸愛理が担当します。よろしくお願いします。3連休明けという方が多いかとは思いますけれども、なかなか3連休明けってね、気分が乗らなかったりするような状況かと思いますので、美味しいものでもいただきながらゆっくりと番組にご参加いただければと思います。クロストークではのんちゃんと一緒にですね、昨日私が俳句と言っていいかわからない投稿を X でしたんですけれども、俳句部の部長にバレるなんて恥ずかしいですねX って基本的に誰も見てないだろうって思って軽い気持ちで投稿したりするんですけれども、皆さんからですね、いろんな、なんか下の句考えましたとか他にもですね、いろんな投稿をいただきまして、すごく勉強になるリプがたくさん寄せられていたのと、みんな上手でびっくりしました。鍛えられてますね。のんちゃんと一緒に俳句のこれまでコーナーとか特番を楽しんでいくに従って、だんだんと皆さんも俳句力が高まっている視聴者さんが多いのかもしれません。カーディガン着ると暑いし脱ぐと寒いっていう、昨日この感じだったんですよ。なんかどうやってもちょうどよくないなっていう、服装が本当に難しい体感だななんていう風に感じながらも、秋の気配を感じました。で、いや季語入ってないんでってさっきクロストークで話していたらですね、横でそれを聞いていたスタッフさんがですね、カーディガンは季語らしいですよっていう風にそれが聞きながら調べてくださっていたみたいで、季語らしいですよって、じゃあこれはもう胸を張って俳句だと言っていいんですか、はい、あ、カーディガン季語、すごい詳しい方いらっしゃいますね。そうなんですよ、私も知らなくて季語入ってないって思っていたらですね、カーディガンって季語なんですって。秋の季語でいい、春も結構着ない、なんなら私冬もコートの下に着るし、夏も冷房が寒いから年中カーディガンって着るので季語なのでもいろんなところからね、今服装だったり体感で秋を感じている方が特に多いんじゃないかななんていうふうに思いますので、ぜひこれから気温の変化だったり一日の体感の変化で体調を崩さないようにお気をつけいただければと思います。ね、年中使えるし俳句にも使える、カーディガンって万能ですねあれカーディガンの話だっけちょっと違いますね、そんな話じゃなかった気がするんですけれども、困ったらカーディガン説、まあ、特にねお帰りの時間帯はどんどん北日本など気温が下がって肌寒いとか寒いくらいのところもあるかと思います。ぜひ上手に服装で調節をしながら体感温度の、調節してください。皆さんこんばんは。9月24日火曜日です。時刻は20時を回りました。ここからはウェザーニュースライブムーンをお送りしていきます。この時間の担当は岡本結子です。どうぞよろしくお願いいたします。ここからは今夜から明日にかけてのお天気を中心に3時間生放送でお伝えしていきます。はい、こんばんは今日はですね、私は3日ぶりですかね、番組に出演するのが3日ぶりになるんですが、気づいたらもう秋のようにすっかり秋ですね。なんか数日前まであんなに暑かったのに、はい、気がついたらもう涼しくて、皆さんはいかがお過ごしでしょうか、うん、私今日長袖なんですよ。アイリンさんともお話ししてたんですけど、はい、今日はもう秋服デビューですかね。私服でももう2日前ぐらいから私はずっと長袖着てるんですけど、長袖でも
若干ちょっと肌寒いなって思う時もあるぐらいですね。うん、皆さんもこれから、まあ、徐々にさらに涼しくなるところではね、こう体調を崩しやすい時期になるかと思いますので、体調管理もしっかりと行っていただければと思います。